なぜ塞ぐ。あたしなぜ塞ぐ。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。で、今回は、まあ、この最初の場所まで戻ってきて、で、これからちょっとね、この拠点の拡張をやっていきたいと思います。まあ、前回コメント欄でも拠点の拡張をしないんですかっていうのを、家の拡張かをしないんですかっていうのを言われたんで、まあやっていこうかなと思いますよ。ゆるゆると。ゆるゆると。てか、別に私の場合、ゆるゆるとしようとせんでも、ゆるいんだけどね。まあとりあえずは、大きさを大きくするっていうだけやけど、私の場合は。みんなみたいにこう、デザインがどうたらこうたらとかそういうのはね、できないので。まあ、あまり、期待はせずに。てかさ、もうすでになんかちょっと日が暮れてきたような気がするんだけど、開始するのが遅かったんかな。ちょっと一旦寝てから開始すればよかったね。まあでもその辺は気にせずに、いや気にした方がいいんか。てかこの今の生肉ってさ、ずっとあの懐に入れとるわけやん、自分の。腐らんもんかね。腐らんもんかね。誰喋り方誰。え、だってさ、もう取った時は別にいいよ。羊を倒しました。豚を倒しました。牛を倒しました。で、はい、生肉手に入れました。で、まあ、そのうちかまどで焼いたりとかして、焼肉になるわけじゃん。で、私の胃袋に入るんだよ。それはいい。でも、ずっと私はあれを持ち歩いてる。確実に腐ってるよね。確実にお腹壊すと思いませんか。やべえ、だいぶ暗くなってきた。あの、アホなこと言ってる間にだいぶ。なんもおらんよね、敵。大丈夫？いや、余裕だわ。全然大丈夫だわ。とかって言ったら、背後から来たりするんよね。え、あの敵たちはさ、こっちがなんか、別にあなたには気づいてないです。みたいな顔して、ふんふんふん、みたいな感じで、ずっと作業を続けよっても、気づくんかな、こっちに。こっちに気づいて、なんかこう、今あなたの後ろにいるの、みたいな。いや別に語りかけては来んやろうけど、なんか気づいたら背後におったりとかする。そういうパターンももしはあるかもしれない。やばいね。え、てかさ、なんか、ゾンビは近づいてきたら声でわかるやんか。うーっていつも言えるけん。なんやけど、なんか他の敵の声がなんかいまいちよくわからんねやけど、他の敵もなんか、声出おる？なんか音する？近づいてきたら。なんかよくわからんねよね。前に街中でさ、あのねやっけ、クリーパー？あの緑の爆発するやつに追いかけられたけど、とりあえず、え、声あったんかな？もしかしたらその時にはその時で、なんか声が聞こえたとか言ったかもしれんけど、いまいち特徴的ではなかったんかな。うん。ゾンビのうーしかイメージないんやけど。うーって今ちょっとマンボウって言いそうな感じやったけど。うん。あの声しかイメージない、このマイクラの中の敵の声っていうのは。でもたまに、でもここで作業しようってさ、たまに、牛とか豚とか、この辺なんかいっぱいおるんよ。なんか知らんけど。その辺の声は気になったりとかする。え、なになになに、もしかして敵？って思ったら、牛の鳴き声っていうことはよくある。あとはなんかちょっと、やっぱり、牛が黒っぽいやんか。黒と白やけん、まあ、黒やんか。やけん、なんか、視界に入ってきたときに、うわって思う時はあるよね。敵と間違えて。ちょっとこの辺、はしごかけるね。はしごかけて、で、ま、上から、多少、うわ。全然登れね。なんか前にも冒険に出て、その先で、はしごじゃねえわ。ツタ？
ツタとか使いよったんやけど、全然登れんくって、なんもおらんよね。一応、なんかあっこのさ、光り輝いてる部分って何？あれ白？いや、なんかこのチュートリアルの多分1話目かな。の動画で、なんか最後の方に、この先に町とお城がありますみたいなこと書いとったんやけど、そのお城とやらがどこへ行っても見つからなくって、ん？みたいな。いや、多分ああいう風に書いてるってことは、その町と同じく、この周辺にあるはずなんやけど、落ちたうん、周辺にあるはずなんやけど、なんやろうね、どこにあるんやろ。全くほんまに見つからんくって、なんかよくわからん遺跡みたいなとことか、あとお屋敷みたいなとこには行ったんやけど、何かしら動いたような気がしてしまった。うわぁ。いかんね、ギリギリの場所でやりよるけんかな。めっちゃ落ちるんやけど。めっちゃ落ちるし、だからガラスは前にもあったけど、アイテムにならないんだってって感じなのに、もうなんか余裕で違う場所に置くし。あ、でもこれギリギリまで行かんかったら置けんのよね。うわぁ、ほら。なんかさっきと全く同じ絵面な気がする。ねえ、さっきと全く同じ絵面な気がする。さっきもなんか同じようなとこで落ちたし。で、落ちてしばらく下からポンポンってやって、また上がってって、みたいな。ちょっとごめんね、ガラスを。ガラス多少、ちょっと動画を映し出す前に作ってたから、それを出してきて。でも、あと24。全然余裕で足りるよね。あ、うわ、ちょっと待って。私ね、あの、マインクラフトって書いてる、あの部分。え、てか、あれさ、何？なんか、この、こんな真夜中になっても、あのマインクラフトの文字はこうこうと見えてんだけど、邪魔だな。こうこうと見えてんだけど、あれは、下に見える、あの、てん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 ってやつ全部松明の明かりってこと？ねえ。めっちゃくっきり見えるもんね。いつか私あの場所にも行ってみたいんやけど、っていう話をしたら弟に、いや別にブロック積み上げたらいつでも行けるんじゃね？って言われたんやけど。え、でもなんか楽しそうじゃない？あ、これちょっと乗ってみたくない？乗って、なんかスクショしたいよね。くだらんけど。超絶くだらんけど。置けないんだけど。もうちょっと前。お、いけたいけた。オッケーオッケー、これで。とりあえず、くだらない話をしながら、ガラスは2段積み上げたから、まあ、あとは、この上を、上を、うん、落ちたけどね。上をちょっと天井として締めていくだけ。あ、そうよ、そういえばさ、前に私動画の中で、自分の体力と、あと空腹の、あのメーターの下にあるメーター、あっこの部分って、あのメーターって何のメーターなんやろっていうことを言いよったら、まああれ経験値ですよ、みたいなことを教えてもらったんやけど、あ、うん、え、ごめんね。何あれ、何あれじゃないわ。いるんだけど。見た？あっち側、あっち側の崖にいるんだけど。てか、あいつの体あれどうなっとん？やばいよね。普通にやばいよね。え、なんかさ、なんていうん、上半身はこう、スッてまっすぐなんやけど、なんか、足元がさ、タコ足じゃないけど、なんていうんやろ、カメラの三脚じゃないけど、なんかなっとるよね。分かれとるよね。てか、ドット絵やけんさ、いまいちこう、ディティールがね、よくわからんわけよ。その、モンスターの形というものが。アホな話をしてたら落ちるんだ。あ、ちょっと明るくなってきたかな。あ、で、そうそう。今回経験値、うわ、なんか素早く動き出したよ。なになに？こっち来ないよね。ぴょんって飛んできたりとかしないよね。そこまで素早くはないか。うん、体力と空腹値の間にあるあの3の数字。
あれね、どんどん数字が上がっていきよる気がするんやけど、あれは一体何？今度は。あれもちょっといまいちよくわからんよね。あ、でも、経験値がさ、なんかちょっと減ったりとかしよるわけよ。ということは、レベルなんかな、あれ。あれ、でも経験値がさ、あそこメーター満タンになったりとかしよる覚えが全くないんだけど、やべえ、蓋してる。自分が登る場所まで蓋してる。ダメじゃん。よし。なんか経験値が満タンになってる記憶は一切ないんだけど、でも数字が上がってるから、ああいついなくなった。あいついなくなった。あ、よかった。なんかあのこう夜になるやん。で寝て起きて、でまあ普通に作業に戻ったりとかした時に、まだ余裕で敵がおる時とかあるんやけど、あれは一体そういうものなのか。いやだってね、ドラクエビルダーズやったら、もう夜になりました、はい、ベッドで寝ました、起きましたの時点でゴーストはおらんくなるわけよ。まあそりゃね、普通にうえーやべえダメージ。うん、なんか普通にね、その他のモンスターはおるんやけど、ん？もしや、ああまた、なぜ塞ぐ、私なぜ塞ぐ。でもこの開ける感じ気持ちいいんやけどね。いや別にそのために塞いでるわけじゃないよ。もちろん。いやなんかビルダーズではなんかこっちのマイクラでゾンビが出るのと同じような感覚で、夜になったらゴーストが出るやんか。で朝方、まあこう明るくなってきた時点でゴーストはスッって消えていくんよ。で、まあ、普通のモンスターたちばっかりになるんやけど、このマイクラではさ、なんだろう。朝になっても、なんか一定時間おるよね。一定時間おるけん、なんかそれに気づかずに普通に作業しだして、うわーってなることが多い。やべえ、落ちた。うわーってなったよ。うん、それに気づかずに作業しよって、え、待って待って待って、ゾンビいるんですけど、ってなることがめっちゃ多いんよね。で、なんか気づいたら消えとるみたいな。うん、なんかこの間もめっちゃ、うん、結構長い間水中にゾンビが浮かんどった。なんかプカ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 ふわ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 なりよったよ。めっちゃ不気味やったけど、ん？ここガラス置いてなくね？ちょっと待って。角っこってちょっと、うわね、角っこってちょっと忘れがちやけど、まさかそこ忘れとると思ってなかったわ。でもって入る直前に変なとこに置いてくるし。オッケー、よいしょ、戸締まりちゃんとしとかんとね。あ、でもなんか天井つけんかったら上から雲入ってくるんやろ。え、上から雲入ってくるってどういうこと。やっぱり現実の雲と同じように壁とか這い上がってきたりするんかな。いやー、ゾワッとする。ゾワッとする。あ、ちなみにさ、あの海の中におるやつは何。あれもなんかさ、見た目パッと見雲と同じような感じじゃない。全然違うよって言われるかもしれんけど、え、だってさ、なんか長い足みたいなのあるし、真っ黒やし。あ、でも、雲っていうよりは、イカみたいな感じ？やべえ。イカみたいな感じかな。まあ、左右に足があるんじゃなくって、片方だけに足があった気がする。で、なんかこう横になって泳ぎ寄るみたいな。うん、なんかそういう感じに見えたよ、私には。あれも攻撃してくるんかな？まあ、もしも雲だとしたら攻撃してくるのか？いや、今んとこね、雲に危害を加えられたことはないんだけど、でもなんかこの、マイクラの最初のロード画面の時になんかいろんなヒントみたいなの出てくるやんか。あっこの部分ではなんか、雲は日中は襲ってきませんって書いとった。まあ、襲ってこなかったところで、こっち違うよね、はしごじゃないよね。
襲ってこなかったところで不気味だから逃げるんだけどね。あの足がいっぱいある感じが嫌なんだよ私。何かに乗った？チェストに乗ったか今。とりあえずこっちの、まあ、内側のやつを全体的に崩していっておくか。あー貴重なガラス。貴重なガラスが。まあしょうがない。今ちょっと重要な部分まで削ったような気がするけど。重要な部分っていうか、普通に新しく作った方の天井を崩していったような気がするけど、まあ。まあ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 。何がまあまあだ。まああれよね。みんなのコメント欄でのそのアドバイスとか、このゲーム中のロード画面でのアドバイスとか、もう全部、アドバイスっていうかヒントかあれは。もう全部重要よね。もうほんとこのゲーム、マイクラにおいては、みんなの意見とか、アドバイスとか、参考にしていかないと、何をどうしていいのかが全くわからない。とりあえずここ、はしごの部分だけ残しといて、うん。よし。あと全部片付け、お、やべえ。めっちゃいろんなもん飛び出してきた。ほい。これでとりあえず削り、終えた、ね。オッケー、あとここの柱一本だけや。ここは、まあ、とりあえずね、あと全部埋めて、最後に、降りてあのはしごを壊すと。まあ、でもあれはあれでいい感じなんやけど、ね、ちょっと柱っぽくって。家の中の。今、とりあえずこの木の板が42枚あるけん。まあ、42枚あればここを全部埋まるでしょう、きっと。でもなんか、思ったよりも結構使うけんね。うわぁ。ね。下手やのに、上手い人と同じようなことをしようとしたら、こういうことになるんよ。っていうちょっと悪い例を、私は見せてるわけだよ。あえてね、あえて。嘘やけど。うん、普通に。ああ。さっきからね、何回もこれ同じような。同じような感じでポンポンって上にできてしまう。ちょっと待ってね。ほら、なぜ上に行く？なんかあれかな？組み立てやすさっていうか、なんて言うんやろ。こう、まっすぐ動くっていうことに関しては、ビルダーズの方がやりやすいんかな？あ、それか、マイクラでも、こう、固定してまっすぐ動く方法があるけど、私がそれを知らんだけかもしれん。なんか、ぐら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 するんよ。困った。あとは、ここをちょっと壊すね。あの、ビルダーズは、片方の手で、とりあえず、この列だけっていうのを固定ができるんよ。固定をして、で、もう片方の手で、まあ、こう、ブロックを置いていくっていう感じ。やけん、一応、ブレずに置いていくことが、一列ダーッとできるんやけど、マイクラはそれが、今のところできないんだけど。今のところ。あ、ちょっと待って。ちょっと待ってって私が余計なものを置いた。あの、前回かな？前々回かな？なんか、ここの、扉を自動ドアにできるよっていうことを、私はコメント欄で教えてもらったので、ちょっと今回それもつけていきたいんやけど、なんかね、スイッチがいるって言った。感圧板っていうやつ。それをつけて、で、家の内側に設置したら、なんか、それを踏んだら、そのスイッチやって。そのスイッチを踏んだら、扉が開くって言った。なんか、外に置いたら、ゾンビとかが踏んでも開くけん、いかんのやって。でもなんか、今のところないけど、なんか、こんな狭い空間、家の中にゾンビとか、やばい、開けっぱなし。家の中にゾンビなんか入ってきたら絶対ね、パニックになるよね。だって逃げ場ないもん。こうやって拡張しましたーって言っても逃げ場ないもん。確実に焦る。ね、確かこのあたりでよ、あ、これや。これ。感圧木板。これを、この辺、ドアの手前。お、あーすごい。すごい。
できたよ、できたよ。外からはまあ、普通に手動で開けんといかんけど。やったね。超感動なんですけど。超感動なんですけど。ほい。ということで、こんな感じ。はい。今回はじゃあこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクが貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。やばいね、ちょっとした別荘みたい。いや、こんなチャチー別荘ねえわ。